だに写真使うなよ。音楽に打ち込み使うなよ。文明の利器使うなよ。って言ってたおじさんがいた。パソコンを使わず観測レールってよ。青森から東京を待って歩いてきたよ。7日もかけて手書きの手紙を持って。すげえ、すごすぎるぜ。でも昔おじいちゃんが兵隊だった頃それぐらいのことはしてたよ。漫画に写真使うなよ。音楽に打ち込み使うなよ。文明の利器使うなよ。って言ってたおじさんがいた。パソコンを使わず観測レールってよ。青森から東京待って歩いてきたよ。何のかもかけて手書きの手紙を持って1ヶ月経って気づいた。手紙を写真に撮ってネットに載せればいいってことに。あらま、静かな曲聴きたいな。音が鳴ってるのに鳴っていない曲をね。音と完全に一つになって